本日も動画の撮影をさせていただきたいと思います。今回は VR ゲームですね、ゲームでも、認知行動療法ができるんじゃないかと、辛い世の中をですね VR ゲームの世界で推し活をして人生を楽しく生きていこう、気持ちを明るく持っていこう、運動をしていこうということでございます。ここに銃があるんですけど、このゲームはですね、結構古いというか、かなり有名なゲームで、自分が動いている時だけ時間が動いて、で例えばこう止まってる状態だと相手は何も動かない、でこう銃を構える撃とうとするときに相手が動くというですね、まあ、時間停止だったりとか、まあ、かなりアクションゲームも性ありながら思考系もあるのでちょっとやっていきたいと思います。でこう撃ってこう撃ってこう撃ってこうですね、で掴むと、一応デモ版で軽くやってるんで、こうやってやってる時は相手は絶対止まるんですよ。でこう手を動かして相手が動いてくるんで、その前にパンチを叩き込んでこれをかわしてパンってるみたいなね。ただここがむずいんですよ。相手が撃ってくるからかわしながら攻撃、ほうくちょ当たれ当たれ、全然やばいんだけど、パンチ、よし、こいつはどうやってやっつけるよ、やっつけようがないんじゃないかい。やれたですよね。だからえ食らっちゃったのか。これを取れるんですよ。やっぱさっきのところでやっぱちゃんと灰皿かなんかを当てないといけないですよね。こう動いてかわしいの、うわっくそダブルで、ここよね。だ結構ちゃんと投げれれば投げるのもゆっくり投げないといけないのかな。うわっ今脳手いかれた。これちょっとやってもらえばわかると思うんですけど、すごい世界観、こんな世界があるんだったらわざわざ外に出たりとか、ゲームというか SNS をながら見して終わるのはもったいないですよ、人生を。かわして。よいしょ。これをさ。脳天いかれた。むずいね。この辺はね、いいんですけど。デモ版の時もそうだったんですけど、投げるのがシビアなんですよね。かわして、ちょっとすぐ脳天いかれるから、くっ、あっダメだ、もう多分武器がないよね。くっ、ちょっとね、デボ版の時もそうだったんですけど、むずいんすよ。言うて。ここ。あくっ。はぁ、もう、全然物を投げれないんだけど。これね、やってもらってる人しかわからないと思うんですけど、ここよ。当たってないけどね。当たってないんだけど。でもまあ、いい運動にはありますよね。エクササイズ入れながら世界観を楽しむと。あ、惜しい。
投げてんのに。くそ、当たんねえ。やった、当たった。よし、やっといけるで。おい、ちょっと待ってね。鉄壁の保安対策、パンチ入れて投げて、おお、あいつをやっつけろと。当たったんじゃない？だよね。くっ、先にパンチ入れて、なるほど。くっ、ちょっとこれをかわさないといけないんだけど。あっ、またやり直し。最悪だ。また戻んないといけないんですか。トレーニングなるけど、物をうまく投げれるか問題なんです、結局は。くっ、で相手が打ってきて、かわして、当たんないか、あれは。物を投げるの慣れてないから。左、おっしゃ、意外と左がうまくいくかも。銃もろたらこっちのもんやで。意外と左の方が、あ、貴重なアイテムが。左、当たったんじゃない？さあ、ここ俺のが先に。なるほど、こうようだ。おお、くっ、やろう。玉切れか。玉切れです。ちょっとこっちなんよね。ふっふっ、かわしてパンチ、かわせれれば。またやり直したくないね。おっしゃ、はあ、クリアか。多分今ので1ステージ目クリアっすよ。1ステージ目がむずい。お、すごいね。なんこれ、機械や。え、何をすればいいんだ。え、どういうこと。ええ B、 あ、フロッピーを入れろってことか。どこに入れるの。入れれないし、ここしか入れれないですよね。はあ、すげえ、こんなことまでできるんすわ。音がね、左上から聞こえるんですよ。ショルで、これとかもすごくないですか。 VR セットだから、ここになんかあるかも。かぶれっつってるから、あ、これか。はあ、こういうことか。なるほどね。ようできとるわ。潜入、これデボ版だったんで、こっから閉店。あ、サブマシンガンだ。こりゃ最高だで。玉切れや、いいね。いい武器があると取れるんだ、やっぱ。くっ、お手に変えた。やっぱね、相手より先に取れるんすよ。じゃあちょっとね、キリがいいですけど、まあここでそろそろ行こうかな。ちょっとね、キリは中途半端ですけど、
とね、バッテリーがなくなっちゃったんで、今日はこれ終わりたいと思います。結構いい運動になると思う。世界観も面白いので、気になる方は、うお、落ちてきたよ。とやってみてください。